私たちが目指すこの男性版の年齢層も楽しめるランドじゃないとやっぱりダメだな、うん、アトラクションだよ。おお、我々乗り物だから、うん、これはいけるだろう。俺たちが乗せるのか。そうだよ、すごいな、うん、立体映像で楽しむ U-J もびっくりだ。そうだな、うん、本当に僕らが車に変形して走るってことですか。そうだな。おお、外、まあどちらかというと中だな。中だな。中だな。敷地内を。我々は飛行機だからまだアドバンテージがあるんじゃないかな。あ、そうだな。外に行っても大丈夫だな。食べる食べる、うん、じゃあスカイワープ、お前のマグネットパワーを見せてやれ。やめろお前。なぜそこでマグネットを出すんだって。すごい好きだったんです。そうか。なんで富田さんのキャラだけ人形が出なかったんだろうな。やめろ。そうだな。旧トランスフォーマーランドだろ、うん、やはり我々の特性を生かしてだな、うん、はい、来たお客さんにも我々と同じ体験をしてもらう。お、同じ体験、つまりはな、うん、こうランドに来たちびっ子たちに、うん、強引にトランスフォームを体験させる。待て、人にトランスフォームを強要するということか。俺たちが日頃どういう気持ちでトランスフォームをしているのか、ぜひ分かってもらいたい。なるほど。強引に。強引にトランスフォーム。一体何になるっていうんだ、うん、人はな。人は何かきっかけがあれば、うん、もう誰でもトランスフォームできる。なるほどね。いつかみんな大人にトランスフォームしていく。確かに中にはトランスフォームできなかったやつもいるけども、うん、それはまたいろいろ個人差があるからな。うまくね、もっとなんかいいやんはない。俺のアイディアでとどめをさせてやる。ちゃんと頼むぞ。俺がニューリーダーになるんだ、うん、ズバリ商売ロックと組むんだ。スタースクリームは本当のやつが言える人だな。あ、大きいお友達を取り込みたいんだろ、みんなを。男性ファンが。じゃあ今旬の商売ロックと組むんだ、うん、サンリオ総選挙でも上位は商売ロックだらけだったんだ。まあ、確かにそうだ。最終的に2位だったな、うんうん、え、出てる出てる。何の話だ。何の話をしてるの。私はオプティマスプライムだぞ。なんで、なんでこっちを見るんだ。私はオプティマスプライム。こっちを見る。うちの司令は助けてくれそうな人を見る癖があるから。全然助ける気はないぞ。なんかお気に入りはいる。私は、うん、無限庵のあのトップが好きだな。あのハンちゃんのじゃなくて。スタースクリーム。あまり言葉が過ぎるな。もっといける。言葉が過ぎるぞ。キャラが被った同士を後で決着をつけるぞ。そうだな。でも待て、うん、なんだ。そもそもアニメの続編の予算が7掛けだったらテーマパークとか作れるわけねえだろ。てって。バンブルビー、ついに私たちが発売されたぞ。これでアニメのイメージがそのままに再現できますね。今さらかよ。っていうかオートボットばっか多すぎだろ。キュートランスフォーマーシリーズ好評発売中。キュートランスフォーマー帰ってきたコンボイの謎のブルーレイ &DVD のリリースが決定したぞ。こんなカクカクしたアニメをわざわざブルーレイにする必要があるのかという問題に関しては突っ込まないでくれよ。特典盛りだくさんの中で今日紹介するのは実写で PR 動画&イベント上映限定小瀬谷義政コメント映像だ。実写で PR 動画はアニメ放送の前にプロモーションの一環として公開された動画。イベント上映限定細谷義政コメント映像は2014年12月23日に行われた公開の行前イベント開始上映された細谷さんコメント映像、監督カメラ共演者の2人が担当した映像となって力技で来るね。